皆さん、こんにちは。ワナルゲルビジです。今回は、アウトバイン法現代元、ロシア・プーチン編続きをプレイしていきたいと思います。ウクライナ、フィンランド、そして日本と併合して順調に、世界制圧作戦を進めていたところ、ついに NATO が参戦してきて、現在はですね、主に2つの戦線が形成されています。1つ目がですね、このポーランド・ルーマニア戦線ですね。ここはですね、主力を日本に派兵していたこともあって、ポーランド、ルーマニア、つまり NATO ですね。これの電撃参戦によって、やや押され気味です。なんとかね、押し返したいなというところで今主力を日本から一部戻しているところです。で、もう一つがですね、このバルト三国との戦線です。エストニア、ラトビア、リトアニア、これらと今戦闘を行っているところなんですが、ここがかなり厳しい戦いになってます。イギリス軍が主に主力になっているので、これを撃退するためにですね、今急いでこのスペツナズを呼び戻してます。このスペツナズでなんとかね、このバルト三国戦線も支えていきたいと思っています。では時間を進めていきましょう。スペツナズが到着するまでできるだけね、押し込まれないように気をつけたいところなんですが、早いですね。イギリス軍の速攻がとても早い。なんとか、どっかに突破口を見出したいなというところなので、スペツナズが到着するまで維持しましょうという話をしているところで、スペツナズ早いな。動きが本当に早い、スペツナズは。これでもかっていうぐらい早いので、心強いですよね、これはね。そしたら、スペツナズを使って、敵を撹乱していきましょう。ポーランド、ルーマニア戦線も、本当に厳しい戦いの連続ですね。なんとか、敵を押し返していきたいなっていうところですけどね。ちょっと危ないかもしれないですね。さあ、スペツナズですが、いいところがあったので、これ突破戦仕掛けていきましょう。敵を、これで包囲できれば、御の字ですよね。で、取り囲んで一気に、両チームを殲滅する。この作戦の連続かな。それでも一筋縄ではいかないというのね、もう明白ではありますけどね。さあ、敵が分散したら一気に突破戦を仕掛けていきましょう。細かい戦いの連続がね、しばらくの間は続くかなと思うんですけどね。こちらはポーランド・ルーマニア戦線ですね。まあちょっと押されつつもなんとか戦線を維持しているという状況。まあ、やっぱりこっちだな。バルト三国の方先になんとか決着をつけましょう。孤立したドイツ・イギリス軍の師団を殲滅します。強力ではありますけどね。こちらは包囲殲滅戦に移ってるので、対応できるかなと思います。で、ここでですね、もうちょっと人的資源、いわゆるマンパワーがなくなってるので、徴兵制度兵役義務に変更します。第二次大戦では兵士が畑から取れるとも言われたソ連ですけど、もう今はその力ないですからね。残念ながら、マンパワーが不足っていう状況になってるので、ここは徴兵を行います。さて、ちょっと場面変えてですね、これ、黒海なんですけども、黒海が制海権を失いつつあると言えそうですね。これ、制海権失うとですね、この黒海から敵がなだれ込んでくる、そういう展開もあるので、なんとかこの制海権維持したいというのと、トルコですね。トルコはしっかり味方のまま居止まらなきゃいけないですね。部隊に余力はないんで、この黒海沿岸に部隊配置できないんですけども、隙あらばですね、この、
極東にいる部隊の一部だけでも、なんとかね、黒海の方に転戦をさせていきたいかなと思います。じゃあ、スペツナズが電撃的にリガに進攻をかけています。リガ占領しちゃいましょうっていう、そういう作戦ですね。ラトビアの首都、リガを取って、恫喝する。まあ、まさに、ロシアらしい戦い方といえば、それまでですけどね。ここで、ウォーサマリー確認しておきます。ロシア、中国、エジプト、まあ、このあたりが主力ですね。トルコがまだ参戦はしていませんが、まあ、一応ね、陣営としては味方陣営と見て良さそうです。敵の方はもう NATO がほぼ全部隊、全加盟国家が参戦という状態ですね。中華民国、まあ、いわゆる台湾ですね。これが南米諸国連合という謎の陣営入り。イタリアも同じくその謎の陣営に入ってまいります。さあ、スペツナズの出番だ。リガにスペツナズが到達しましたね。これで、どうだろう。まずは、ラトビアが苦しい状況になったんじゃないかなと思いますね。このまま敵の殲滅戦に移りましょう。ここにいるイギリス、これをね、まず撃破できれば、一気に戦局が、この戦線は有利になると思うので、ここばっかり見てるわけにはいかないというのはもちろんあるんですが、まずはここですね。さらにスペツナズ、このエストニアの首都、ここも目指していきましょう。では、ローマニア、ルーマニア、ポーランド戦線どこ見ます。膠着状態をなんとか維持だな。極東から部隊が戻るまでは、この状況をなんとか維持したいと思います。バルト三国をまずは黙らせる。スペツナズを投入したことによって劇的に状況が良くなってますね。さらにこんな中ですけど、ドイツから投資の申し入れが来るというこのクレイジーな世界戦ですね。はい。まずはラトビアを降伏させています。大きいですね。ラトビアを降伏させたらスペツナズこのままバルト三国を蹂躙するために今度はリトアニアへと進軍していきましょう。スペツナズが帰還したことによって本当に戦局が一気に好転しましたね。これがスペツナズの強さだと思うんですけど、さあ、アメリカ軍がここにいるのを確認しました。ポーランドにアメリカ軍到着です。怖いな。ロシア対 NATO の戦いの主戦場がラトビア、エストニアからこのリトアニアへと変わりました。まあ、リトアニアですね。アメリカ軍がいるの確認してますね。まあ、最強軍事国家といっていい、アメリカ軍相手にこのリトアニアね、なんとか取っていきたいですよね。まあ、スペツナズだけでは、まあ、とはいえ心もとない部分がとても多いので、どうだろうな、主力部隊を向かわせましょうか、ここにも。はい、バルト三国のもう一つの国ですね、エストニア、降伏させてます。これで、この後はリトアニアでの戦いに移っていきます。ここまで順調と見ていいのか、まあ、バルト三国のうち2つを併合できたのは大きいですけどね。まあ、アメリカ軍が本格的に、地上部隊を送り込んできているっていうのが怖いのと、あとはやっぱりここまでほとんど戦力を強化できていない海上戦力、まあ、海軍ですね。こ
これが弱いっていうのがどっかでツケとして出てくるんじゃないかなというのは考えられますが、まあ、そんな中でもどうでしょう、これ見る限りアメリカ軍の艦隊激震してますね。まあ、こちらも、かなり損害は出てますが、それでも敵部隊一部撃破をしています。バルト海の制海圏もアメリカ軍の艦隊が進出してきているということもあって、まあ、グリーンとイエロー行ったり来たりっていう状態ですね。なのでこのせっかく取ったバルト三国も強襲上陸によって奪われてしまう可能性がある。ただそれに対して備えるための地上部隊を配置しておく余裕もないっていうね、本当に苦しい状態ですね。ではいくつかの国、敵味方ともに降伏しているもの出てますので、確認しておきましょう。まずロシア陣営ですが、ユーゴ、ヨルダン、この辺りが脱落してます。まあ残念ではありますね。NATO 軍の方ですが、今見ていただいたエストニア、ここは降伏、さらにラトビアも降伏してます。ウクライナ、日本、まあ、この辺りもね、もう脱落済みというところでご紹介してきた通りです。中国軍の動き確認しましょう。中国軍ですが、東シナ海一帯に大部隊を展開してますね。欧州戦線に参戦してくれるような様子は今のところはなさそうです。はい、ではですね、バルト三国のうち2つ併合したところで、今回は一旦ここまでにさせていただきたいと思います。リトアニアに戦線を移したところで、アメリカ軍が本当に大規模な地上部隊を、送り込んできているので、ここをこらえられるかどうか、これがね、バルト三国戦線の一つの大きなポイントになりそうかなと思います。では今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。